今日紹介する本はこちら定年まで待つなこの著者ちょっと変わった名前だなぁなんて思いながら何度か書店で目にしながら一度も手に取ることがなかったんですが今回読んでみてめちゃめちゃ好きになりました端末掲載の経歴えこちらでですね早稲田大学ビジネススクール客員教授と書かれてますのでなんかこう本の中身もねさぞかしなんか教授っぽいこと書かれてるんだろうなぁと。 思っていたらこれがあの「ズケズケ」というとね表現悪いんですけどばっさり思いっきりね現代社会の問題に切り込むあたりが個人的にね非常に好感が持てました目次だけでもねざっくり読み上げますと第1章老後にのたれ死にしたくなければ一刻も早く会社をされ第2章スキルアップする暇があったら地方に飛び込め一発逆転の転職術第3章語学は後回していいさっさと海外で働いてしまえ 第4章「会社を辞められないなら一つの趣味に全勢力を傾けよ」第5章「勤めながらでも OK」「超速で自分の会社を設立せよ」第6章「自分を縛りつける壁を壊して賢く生きろ」なんか面白い方ですよねこの目次だけ見てもそしてですねこの本のつかみで筆者らしいコメント記述があります僕ねそこ大好きなんですけどもその部分ちょっと引用してそのままご紹介します ああるる。企業セミナーに登壇したことがあるその楽屋に居合わせたのだがビルが「おい今日は何がテーマなの?」と聞くので「企業セミナーなんだってさ」と言うとビルとブランソンが爆笑していた「参加者は3,000人いる」と伝えるともう大爆笑なんで笑っているのかと聞くと「いやーこの3,000人から起業家は1人も出ないよな起業のために人の話を聞きに来るなんて頭が悪いこんな無駄な時間の使い方をするやつが成功するなら俺は逆立ちしてやるぞ。 と言いたいたた放題だったこれを聞いてあなたはどう思うだろうか最近はオンラインサロンといって著名人のもとに集まるコミュニティのようなものもたくさんできているようだがそんなものに入会したところで活躍できる人にはなれないと思うビジネススクールもセミナーもオンラインサロンもすべて共通するのは結局は何もしていないのに何かしているように錯覚してしまうことだそこで何か得たものを生かして起業したり新規事業を始めたりするならいった意味があるかもしれないがそういう人はめったにいない 大抵の場合はセミナーににに参加してて入り帰り帰道に一杯引っ引掛けて翌朝何も変化していないな自分と再会するだけだ。け何のアウトプットにもつながらないのなら時間の無駄である私が思うにこの手のタイプの人はまずなのではないかと思う人から刺激を受けたいなどと言って成功者と言われる人の話を聞くことでいかに自分が間抜けで平凡な人間なのかを痛感するそうやって精神的に殴られることが快感なのではないだろうか その快感が気持ちよくて仕方がないのなら止めはしないが残念ながら永遠にお金を生み出せる人間にはなれないだろう以上ですいやいいですねこのなんかこう独説というかうこういうねあのー、物事はっきり言う人が結構好きなんですよね楽しく読ませていただきましたで最後にねもう一つこの部分だけね紹介するとなんかちょっとね片った感じで世に溢れる自己啓発みたいな感じで終わりそうなんですが さすがこの方ねあのビル・ゲイスト普通にやってビジネスするだけあってもすごい方なんですけどもビジネスにおいてね十分なキャリアを築きビジネススクールでも教鞭取られているだけあって、まあ、この本にはねさまざま有益な情報が詰まっています IT 化を進めたエストニアの例が紹介されている箇所があるので引用しそのまま読み上げますエストニアとは旧ソビエト連邦の一部だったロシアの最短に接している国だ 人口132万人にも満たない小国だが世界最先端の IT 国家として知られているこの国の驚くべきことは税理士や会計士が1人もいないということだエストニアでは行政だけでなく学校警察病院さらには銀行や民間企業までが1つのシステムでつながっていてあらゆるサービスが電子化されているつまり法人や個人の銀行口座は全て政府のシステムに紐付けされていて収入や支出などの動きは全て政府が把握しているので 改まって、煩雑なな税務申告をする必要はない。納税する時はオンラインで納税の画面を出し必要なところだけチェックして納税というボタンをクリックするだけだ従って税理士は必要ないのであるオンラインで簡単にできてしまうのは税務申告だけではない行政サービスに至っては99%オンラインで手続き可能だ株式会社の設立までオンラインで国外からでも申請できてしまうだからその他の事業も必要なくなっているのである小さな国だからできるんでしょ と思うかもしれないがお隣の中国は約14億もの国民を2020年までに一つのシステムで管理しようと動き出しているしすでにアーリー・ペイというスマホ決済システムで税金の支払いなどは簡単に済む中国かエストニアのような電子国家になるのは時間の問題だ。 おそらく日本は世界の最先端の動きについていけず他の国に追随する形になるだろうがそれでもいずれさまざまな行政手続きがオンラインで簡単にできるようになるだろうそうなると修行などいらなくなるのは明らかであるなんかねこうやって聞くと、まあ、それなりの方なのでね普通にね 居酒屋のお茶がこんなこと言ってたら何バカなこと言ってんだってなるんですけども、まあ、これだけのねキャリアとね将来的なビジョンを持って、まあ、成功してる方がこうおっしゃってるってなるとあ一理あるなっていうか納得しちゃいますね勉強になったなと僕はこうやってねいろんな意見を吸収したいと思ってるのでいいとか悪いとかね賛成反対とかじゃなくてこの本読んでよかったなっていう特にもう楽しかったなっていうねそれが第一です。 以上カズのおすすめの一冊になりますのでお時間ある方は是非この動画の下の利口説明欄に出版社や目次など本の詳細を記載しています参考にしてみてください See you!